あけましておめでとうございます。令和2年の年頭にあたり、自衛隊の全隊員諸君に新年のお喜びを申し上げます。防衛大臣の河野太郎です。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。私が自衛隊と初めて関わりを持ったのは、そうですね、小学校4年生の時。 ボーイスカウトの一員として駒窓の駐屯地を訪問いたしました、えー、駒窓駐屯地の中の様子のことは、えー、もうほとんど覚えておりませんけれどもお昼ご飯に種なしぶどうが出ておいしかった、えー、それを今でも覚えております昨年の9月に防衛大臣を拝命をいたしました 皆さんと一緒に国民の平和な暮らし。そして日本の領土、領海、領空をしっかり守っていく。皆さんとともに努力をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この年末年始も二十四時間。そして二十四時間三百六十五日。本当に多くの隊員諸君が。 一瞬の隙もなく警戒監視に当たってくれていますどのような事態が起きても万全の体制が取れるように備えてくれていますソマリア沖アデン湾南スーダンあるいは市内半島において遠く家族のもとを離れ国際社会の平和と安全のために そして C レーンを守るために最前線で任務にあたってくれている多くの隊員がいますまた昨年は台風や豪雨こうした自然災害あるいはトンコレラのような事案で災害派遣本当に多くの隊員に出動してもらいました隊員諸君が被災された方々に 寄り添って本当に真剣に行動してくれたその姿が自衛隊に対する国民の皆様からの信頼に今つながっています防衛大臣として隊員諸君の勤務環境そして生活環境をしっかりと改善できるように努力をしていきたいと思っております災害派遣の 視察をしたときに多くの隊員が自分の私物の簡易ベッドを持ち込んでいるということを見て驚きました命令で出動する以上しっかりと国が責任を持ってそうした物品一つ一つを揃えるのは当然であります今回も予備費や補正予算あるいは 2年度の予算でそうしたきっちりとした整備ができるように努力をしていきたいそう思っているところであります日本を取り巻く安全保障環境は非常に速いスピードで変わっている悪化していると言っていいと思います厳しさと不確実性が増えているお隣の中国は 防衛大臣として10年ぶりに私も年末に訪中をいたしましたが依然として透明性を欠いたまま非常に速いスピードで軍事費を増やしています尖閣諸島をはじめ東シナ海での海空領域における活動を非常に活発化させているこうした日常の様子を 国民の皆様にもっともっとはっきりと認識をしていただかなければならないと思いますこの東シナ海の現状をどのように国民の皆様に知らせるために発信をしていくかしっかりと考え今年から新たな情報発信を始めていきたいそう考えております北朝鮮のミサイルが 昨年5月から二十数発発射をされていますレーダーサイトやイージス艦あるいは後射体、多くの隊員が24時間365日緊張を途切れさせることなくこの問題に対処してくれています北朝鮮の危機から国を守るこれも大きな 任務であります自分の手で自らを守り抜くそういう危害のない国を他の国は守ってくれませんいかに日本の防衛を自衛隊しっかりとやることができるかそれが問われています有事の時にしっかりと国を守る国を守るために戦える そういう自衛隊でなければなりません正面装備だけでなく部品や弾薬その補給整備あるいは輸送そうしたところに欠けているところはないのか机上の空論になってしまっているものはないのか一つ一つ点検をしなければなりませんそして欠けているものがあればそれをきちんと埋めていく その努力を今日かから始めていななければなりません今までの陸海空といった区分あるいは既存の予算人員に対する考え方古い前提から脱却をし新しい情勢にいかに対応していくか大胆な発想を 持ってこの課題に取りり組んでいかななければなりま,せんまたこれからは宇宙サイバー電磁波という新しい領域にも自衛隊取り組んでいかなければなりませんそのために自衛隊を担っていく新たな人材の確保この育成これが大切になってまいります。また さまざまな形での国際協力を担うことができる新たなリーダーとしての人材も必要になってまいります人的基盤の強化これをしっかりとやっていく必要があります時代は変わり昔のやり方ではなかなか新しい人材は入ってきません若者がついてこれません 時代の変化に応じた制度やルールを変えていくそれも必要だと思いますそしてこれからいかに女性自衛官にさまざまな場面で活躍をしてもらうかこれも大きな課題の一つです昨年女性のイージス艦長も誕生し戦闘機のパイロットも誕生しました今年はいよいよ 潜水艦に女性自衛官が乗り込みます女性自衛官にできないことはありませんこの女性の力を活用しながら自衛隊の水準をしっかりと維持していきたいと思っていますそしてもう一ついざという時に有事の際に自分の背中を預けるこの自衛隊の仲間に対するいじめ パワハラセクハラこれを見逃してはなりませんいじめやパワハラやセクハラを見逃したやつはやったやつと同じぐらい悪い私はそう思っていますこうしたことにきちんと処分をしていく自衛隊の規律を守る上でも大変重要だと思っていますぜひ皆さんにもこの自衛隊からいじめパワハラセクハラを根絶する 一緒に取り組んでもらいたいと思っておりますそして自衛隊に人材を集めるためにも我々自衛隊が日頃どんなことをやっているのか自衛隊の一人一人が何を毎日やっているのかそういう情報を的確に国民の皆さんにお知らせをすることも重要だと思います広報の役割はこれからますます 重要になってきます。今、さまざまな舞台、駐屯地、基地。ツイッターのアカウントを立ち上げて、日々情報の発信をしてくれています。大変いい試みだと思っています。機密の保持には十分気をつけ。また、炎上には気をつけ。しかし、それぞれの個性ある発信をお願いをしていきたいと思います。よろしくお願いします。 そして有事の際に日本を守る自衛隊と在日米軍をはじめとする米軍が共同してこの日本を守る東アジアの平和と安定を守るそういうことになってまいります在日米軍の即応性の維持そして在日米軍の安定した駐留をいかに維持していくかこれも課題であります 在日米軍が必要な訓練をきちんと行えるようにそして地元の自治体地元の皆さんのご理解を得られるように安全な運用ができるように自衛隊としてもしっかりと協力をし取り組んでいきたいと思っています米軍の他にも基本的な価値観を共有するあるいは 安全保障上の利益を共有する様々な国々との二国間多国間の協力がこれから求められていきますしっかりとそうしたことに取り組んでいきたいまたグローバルな安全保障上の課題についてもソマリア湾アデン湾における海賊対処行動あるいはエジプト・イスラエルの間の停戦監視を行う 多国籍部隊監視団あるいは南スーダンの PKO など国際的な取り組みを続けていかなければなりませんそしていよいよ中東に新たな自衛隊のアセットを調査研究のために派遣をするそうしたことにもしっかりと取り組んでいきます。最後に 自衛隊の環境に対する取り組みについても申し上げたいと思います昨年災害派遣で多くの隊員諸君に出動してもらいました気候変動が今や自然災害につながっている全世界的にそういう認識があります災害派遣に出動する我々自衛隊としても この気候変動の問題に前向きに積極的に取り組んでいく必要があると思っています駐屯地基地をはじめ自衛隊のすべての施設でなるべく再生可能エネルギーを利用した電力を調達をするなるべく基地駐屯地あるいは施設の所在する地域の電力会社から調達をするそういうことを やっていきたいと思っております初めての試みですからなかなかうまくいくかどうかわかりませんしかし前向きに取り組んでいきたいと思っていますそしてもう一つ自衛隊として地球上のプラスチックごみの問題にもしっかり取り組んでいきたいと思っています市谷地区では1月の20日から店舗のレジ袋を廃止をして マイバッグを持って買い物をしてもらうことになりますそれぞれの駐屯地基地あるいはさまざまな施設同じような試みをぜひ続いていただきたいと思いますそれぞれの地域でしっかりと相談をしながら無理なく進めていっていただきたいと思います今年も厳しい安全保障の環境は 変わらないかもしれませんしかしその中にあっても万全な体制をしっかりと維持していきたいと思います防衛大臣として皆さんの先頭に立って国民の平和な暮らしと領土領海領空を守るそのために努力をしてまいりたいと思いますどうぞ今年一年間よろしくお願いします